朝起きた時の顔、自分の顔見るのが本当に嫌いなの。だからあやどんなに酔っ払ってても絶対すぐ寝ないの。むくむからそのまま寝たら。じゃあどうすんの。だから 2,3 時間マジで起きて水を取りひたすら飲んで、であとはもうそのまま半身浴したりする。みんなあの本当にこういうことだからね、みんなお酒飲むの好きだと思うし、なんであやちゃんは体型維持してるかってそういうとこなんですよ。違う違う、むくみ、むくみそうマジで、あのむくみが一番ダイエットに敵だと思う。見た目だもんね一番、うん、私あやさんむくみすぎるとあの一重もなくなるの、一重になるの、それが本当に嫌なの。本当に嫌で、じゃあ朝の5時まで飲みましただったら絶対8時ぐらいまでは起きてすぐは寝ない。絶対マジ大変だそれでしょ。超大変だからもうあや追い込みないちゃんと。確かにだから早く帰りたがるもんね。うん、早く帰ってケアがあるからその後それはちょっとあれだわ、見えない努力してるめんどくさいでしょ、うん、だからあやあんま別に飲まないの。沖縄の時もあや結局5時ぐらいに換算したよね。であや寝たの8時とか、お風呂入ってすぐ寝っ転がるとむくむから水を一気にペットボトル3本分ぐらい全部飲むのよ。それでおしっこで出してる。そうおしっこで出してあ全部出たなと思ったら寝る。無理なんだよね、あや本当にむくんじゃうから。それぐらいしないと。みんなそれぐらいしなくてもさ別にそんなむくまないかもしれないけど、一人むくみやすいよ。そう大変でしょ、いろいろやっぱ悩むのねだりだよね。そうだよ、俺なんて一切むくまないむくんでるしね、ちなみにだけどお前ということで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。